ジョセフは俺4回いけたはずだけど。死んだ。まあゲージのある太郎にしゃがみくらいしたら死ぬわな。むしろ殺さないと相手に失礼。あ、中段がやらしい。いい、いいぞ。あー、いいぞ。そこで適当にウェブ出そう。飛び越えさえしなければ怖くない、痛くない。あっと、いいぞガキャンで。あー、まあガキャンしたらガキになっちゃうけどね。あのスパコンの方が勝ちますか。相打ちでガキになってた。あー、それはたまらん。あの状態になったらお祈りでしゃがみじゃくれになる。お願い割れて。お、いい、いいぞいいぞ。精度高い。お攻めはもちろんビート。あー、なぜこんだし。ガキャガキャガキャ。お、お、来た。死んだ。いや、まあ死なない、死なない、死なないんだな。うまい。あーっと、お、うまい、うまい、うまい。いやー、画面見てましたね。いやー、殺した、殺したぞ。お疲れ様でした。バニラの出番が、バニラの出番は来ないでしょ。あ、そう、こうなったら来ないでしょ。新しい風吹かせる感じのキャラクターはむしろここにバニラをかぶせていく。これあの川越の大会でさ3立てされたから。ひどい。バニラ使って、バニラ使って嫌な事件でしたね。お、うまい、知ってる。もともとジョセフ使いの人でしたっけ。まあいろんなキャラ使ってたよ。ディオとかも使ってた。あ、ディオとか使ってましたね、そういえば。あ、でもやっぱワンキャラね、何か一つ決めてやればね、たとえそれが弱いキャラでも。これね、適当に青波紋やるんですよ。そしたらね、青波紋でね、コンセントも消せるしね、いいんですよね。あとあの状態になったら適当にアドバしてデブするんですよ。本体も殴れるんですか、それ青波紋で。あのコード切ったついでに、ああ本体殴りつつ、ああコードも切れる。ああ、ジャンプして消しちゃダメ。お、原作再現か。I think so. I think good. It's unfair. 有名人やアニさんですかねみたいな意味なんですかね。アメリカデビュー。アニさんの名前は海外にも知れ渡ってるんですね。有名プレイヤーだったか。おー、吸い込まれた。コードに吸い込まれた。今のうまいことやればね、夢のコンボができるんだけど。夢のコンボ。そうそうそう、ダチキョ、シャガキョ、シャガキョか。あっと、あーレベル上がってきた、ちょっと辛いね。もう下に張ってるやつは S1 中スラで消せたはず。あ、5まで上がるとなかなか厳しいものありますね。これは西日暮里のゲームバーサス、え、ゲームスポットバーサスか。バーサス。毎月第3日曜にジョジョやってるんでよろしく。
誰でもカモン、誰でもカモン、そうそう、もしかしたら第3代に増やせるかもしれないから、今は2代だけど3代に増やせるかもしれないから、あと対戦台はあの第3日曜しか置いてないんで、あー痛いな、刺さった。今日とかね人多いから、今のガフだよね、画面端の起き上がるの遅いキャラ限定かな、確実に1個レベルが上げれるやつです。でも当てたと不利だよね。あっとこのラウンドはちょっと取っていきたい。おジョセフ使いはあの空中あのジャンプ以降のヒット確認もしなきゃいけない、なかなか難しい。アンリサマーを、アンリサマー、本当今日はデーボ使わないですね、コンボ繋がんないからね、あ、まあ、長いですからねあのキャラコンボ、僕がデーボ使うか、むしろそれもいいです、それもそれで火力があれだよ、インフレする、それはそれでいいんじゃないですか、ちょうどいいんじゃないですか。僕のねデーボもね、あの即死させないと気が済まないデーボだから。デーボ持ってるか、あの即死させるキャラ全員即死させるでしょ。格闘技もそうだし。まあ頑張ればジョタムでもリオでも即死するからな。アタレムでもやるんだ。さてさてさて、これゲージなくなった後チャカでゲージ溜めてるさ、このキャラゲージ溜まるの本当に遅いなと思って。あのオンシャガージャクをチク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 やってゲージ上げ溜めるのが一番早いんですよこのキャラ、チャカは。ああ、あかん、これこれは、あ、これは作業プレイだな。バーサス50円ですし、ただ本当にあの第3日曜のこのジョジョの対戦会やってる時以外はジョジョは置いてない、普段ジョジョやりたかったらレジャラン、平日のレジャラン行けば100円にくれだしだけかな、あの松戸とか、あー松戸、そうですね、ビッグワンはあの 言わないと行ってないみたいだから、今に住んでる人たちは松戸でやってるんですかね、よくわかんないけど、前基盤借りに行った時に店長がジョジョは普段置いてないって言ってたから、あビッグワンがね、だからまあやっぱ、まあ、このゲームが月1で対戦できるっていうだけで十分だと思うけどね。まあ、どうしても対戦したかったら普通に金曜レジャランに行けば、まあ僕はいるからな、あとりあえず金曜レジャランには行くから、とりあえずジョジョをやるかどうかはともかくとして、初音ミクをやって帰るかもしれないけど、ジョジョ置いてあるけど対戦できるかは言ってないけど、あとは本当もう置いてるゲーセンなくなったね、ファンファンも言わないと置いてないし、あ、そうですね、あそこも帝もなくなりましたしね、高田の場は帝も、まあインカム入れてなかったから仕方ないよね、まあ、まあでも帝は結構行ってた方だよね、まだそう、一時期はもう毎週行ってましたね、あそこは、ね、で、郷さんがやってた頃は結構ね、お父さん呼んで昼からずっとやってたり、昼からしたし、いやでもお父さん帰るのがさ夕方だから昼から行って夕方までやる、当時はね、まあ、立地的にもかなりいい場所だったんですけどね、仕方ないですね。あーこれ作業プレイヤー、
相模大野にジョジョがあったのはもうそのゲーセン、もう確かもう潰れましたね。ポーの昔に潰れた、今もあのアドワーズかなんかに置いてたんですけど、もう潰れちゃうんですよ。アドワーズクラブセガが置いてあった、あそこか、クラブセガですね。あ、セガもあるのか、まあどっちでもいいけど、まあセガが置いてあったり、まあ一応ウレスのさ、なんだっけ、セントラルっていうゲーセンにもジョジョあるんだよ。あ、そうなんですか。いや、基盤はね、あ前は置いてあったんだ、ジョジョが100円にくれで置いてあったんだけど、さすがに誰もやってなかったね。あのゲーセン自体に人がいないからさ。鳥は禁止ですかって。鳥は使ってもいいけど、ただ鳥を使うんだったら覚悟してっていう感じになるよね。さっき来てましたもんね、鳥。まあちゃんとやれば別に鳥勝てるんだけどさ、その、あのフリーっていうか、もう罪って言われてるキャラでもね、ちゃんとやれば勝てるんだけど、あんま使ってる人いないから、そこまでちゃんと使える人はいない印象はあります。ちょっとやっぱり動きとかが特殊だから、それに慣れるようになるまでが時間かかるんだよ。でまあ昔からやってて、何度も鳥と対戦してる人だったらいいんだけど、もう今やってる人たちっていうのは鳥と対戦したことがない人たちばっかだから、今から鳥に勝てるようになるには結構時間かかるんだよね。でそうなるともうみんなもうめんどくせえって突っ込んで永久ばっかするじゃん。だからお互い得しないからやめた方がいいと思うんだよね。鳥が禁止って言われるようになってから始めた人たちにとってはなかなか対戦経験ないかもしれないですね。昔は禁止じゃなかったのが聞いてましたけどね。このゲーム始めたい初心者はキャラゲーなんで好きなキャラを使うのがいいんだけど、ただその好きなキャラっていうのがカーンって言った場合には、あのそのキャラだけはやめた方がいいっていう。カーン以外だったら別にどのキャラ使ってもいいんだけど、カーンだけは絶対にやめた方がいい、勝てないから。あ、飛び跳ねてちょっと楽しくなれるんですけど、ちょっと対戦してバレるとすぐ負けちゃう。本当カーン以外なら、ね、どのキャラでも勝てるからね。アルポルだってミッチーが大会優勝してるからさ、やれば勝てるっていうのが実証されてるんで。バニラを逆転して優勝したっていう、あの人強いですもんね。本当どのキャラ使ってもいいよね。鳥とあのカーンはやめた方がいいとは思うけど。いやだってアニメのカーンちょっとかっこよかったからさ。あ、そうなんですか。あ、見てないの？アニメのカーン。そうそうそう、先々週だっけ、アニメのカーン結構かっこよかったでしょ。この人だな、ポルナレフって。あのアニビス全般が結構かっこよかった、見てる。ラフスは結構このゲームはね、あのジョジョやってる人って格ゲー勢っていうのもまあいるけど、ジョジョが好きでジョジョしかやってないっていう人も結構いて、パッド勢が多いんだよね結構ね。だからスティックはね、まあ慣れればいいだけだけど、パッドから始めてる人がね、まあそこにもいるけど。某善一様はあのパッド勢なので、コントローラーでしょ、しかも。そう、ジョジョ一番強い人がパッド勢だから、ね、あのパッドだからって気にしなくていいと思うね。ただゲーセンだとパッド使えないのがやっぱ辛いところですね。あの家庭を並べての対戦会じゃないですからね。ジョジョ HD は人いるけど、そもそもジョジョ HD がもうダウンロードしてないしな。いやいや、配信停止になってます。人いるっていうか、まあ、毎日というか、まあまあ、毎日かな、大体決まった人が同じ時間にいるから、まあ、決まった人っていうか、本当に決まった人だよね。キクさん、ロクさん、マルコさんっていう、誘致対戦。まあでも、あのランクマッチとかみたいなのが、全然見たこともない人も結構いるけどね。
たまに。まあ今ネット繋がってない僕には何の関係もない話です。早く繋げた方がいい。僕もカンコレのイベントやりたいからさ、早く繋げたいんだけど。カンコレやるときだけ漫画喫茶利用すればいい。いや時間かかるからさ、カンコレイベントクリアするの何時間もかかるっていうか何日もかかるから。あグラブコンボって何？ローラーコンボは分かるけどグラブコンボって何？初めて聞いた名称なんだろう。ローラーは分かるよ。ローラーコンボは別に誰だってできるけど、グラブコンボってローラーコンボはなんあんなレシピさえ知ってれば誰でもできるから、まあどうだっていい。ナイフ2回ぐらいあったんで、ローラー、そうそう、弱中強、ナイフ2回でダッシュジャンプ強やるだけだから。いや、そのナイフ召喚もローラーコンボもどっちもレシピさえ知ってれば誰でもできるもんだからさ、ラブとかの時止めだってレシピさえ知ってれば誰でもできるし、こっちの確定コンボも誰だってできるし。ただそれをするのはよっぽど余裕がある時だから。まあ言うても格下対戦だな。そのちゃんとサポートしてる時にそんなことやってられないからさ。まあマジさんにはそういうことをされて負けるんだけど、あの人1ラウンドも取れないんだけど、どうしたらいいの。脅威に使っても取れない。脅威、いやそりゃたまには勝てるけど、どのキャラ使ってもたまには勝てるけど、たまに勝つの勝ったとは言わない。あんまり勝ってんの見たことない。大体負けてます。まあ、結構キャラもね、シビアだから。なるほど。ああちょっとね、そう、結構キャラシビアだから、ちょっとでも不正解な。お疲れ様です。ちょっとでも不正解なキャラを使うといろいろめんどくさいことになる。リオのコンボはあれだ、これはもうみんなできるようになるまで反復練習をひたすらしただけだから、最初はできなくて当然だ。あんな結構難易度高いしな。結構ずっとやってても未だに安定しない時があるし、調子が悪いとね。あ、なんか今すごい作業プレイしてたね。これレベルの低いうちはコレクションの手詰めの方がいいと思うけど、どうなんだろう。なんで飛んだ。なんで食らっちゃう。いやこれすごい作業プレイだこれ。分からせにいってるこれ。電線切りたいでしょ、切って立ち強。電線切りたいでしょ、切って立ち強。切りに行った攻撃に対して立ち強を合わせるみたいな。電線切った時に相手だけがストップがかかるから、その間に走っていった感じ。ああもうカットがいってる間にレベルが上がっていく。6。ああこれはもうちょっと見えない。また。おっと。これはやっぱり俺が初心者大会優勝したコロナルフの動きや。煽りますね。これね、やっぱでもレベル7だよ。
これはなかなか、まあ、慣れてないとカットはできないんです。レベル7だったら走りで群抜出しても届くんじゃないかな。適当に群抜出していいと思うんだけど、やっぱあの糸が飛んでいくのってさ、結構ねヒヤヒヤするよね。これやったら死ぬから。めったに当たんないですけど、なんか足元ゆら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 飛んでくるから邪魔かも、邪魔な気分にはなります。やってて、あ、そう、電線とそれやったらもう電線切れないじゃん、切ろうとしたら食らうから。でもモデルは7だからこういうのもさ、ヤッホーってその瞬間もう群抜出して、そしたらもう SS 離すしかないよ。あ、行ってる間にレベルマックス。あれね、受け身取れるからね、辛いところだね。あ、レベルマックスね。連戦中に2回着れる。それズームアウトしてないと確定しないよね、シューティングに。あれって、あのディオの空中ナイフもそうだけど、ズームアウトしてないと確定じゃない。こっちで、あー、きついっすね、これは。あ、おっこれはまずいだろ。あー、きつい、きつすぎる。終わっ、終わらない。今のシューティングおかしくない？え、コンセント切ってさらに攻撃判定残ってなかった。ああ、ただんか食べてたからただんになってたの。こっちだ。このサイプレイですね。あ、サクセプレイ、実作業でした。いや、わかんない。で、いつの間にか置いてやった。差し入れじゃないですか。差し入れ、差し入れ。いや、そんなわけない。飲んでください。いや、燃えるゴミあったかな、ゴミ箱。横で我慢して。3つぐらい食べました。ミンティアだったらあるよ。僕今体脂肪を燃やしてるところだから。僕ね、これね、毎日飲んでくからね。これ1本200円だから結構高いんだよね。ミラグマッシュないやつ。いや、なんかそのね、猫の手も借りたいというか、神様でも信じて、宗教にも勧誘してしまう、入ってしまう、入信してしまう。お金貯めて脂肪吸引して。脂肪吸引はコアダラダラになるじゃん。その後整形しなきゃいけない。そう、その後なんかこう、ダラダラになる。あれ、
皮切り取って縫合して。横を太ってる人じゃないとそうはならないんじゃないですか。よくわかんない。いや、違う、横を太ってる人じゃないとそんなことしないでしょ。じゃあ、ちょっとだけ太ってるけど、こっちマニラ使いたいな。あ、そうそう、今これがこの試合が長引いてきたらいいんじゃないですか。そろそろバニラの時間が近づいてきました。魔の時間が魔の時間が。マライアには使えないので、まずこのマライアを倒してから。マライア倒したキャラが誰かに戻ります。マライアもうちょっと勝ち続けるんじゃないですか。クドコゲになるならば、クドコゲになるならば、確定よきじゃね。ではチャカだと思うんだよね。もうじゃあ僕太郎だと思います。普通だった。普通、まさかの本キャラだった。普通だった。次は貴様で殺しに来てるね。この矢バニラの時間が始まるかもしれない。凄まじいことになりそうだ。でもね、バニラはね、本当にね、あの動画映えしないからさ、よくないよね、あのキャラね。見た目が、まずバニラっていうキャラの見た目が悪いもんね。なんかわけわからん、なんか水着みたいなの着てさ